はい、こんにちは。一人遊びが大好きな相沢です。まあ一人遊びっていうとね、まあ積み木なんかは、まあ、共同で、まあ、保育園とか幼稚園なんかではね、4、5人の子がこう大掛かりなものを作ったりしますけれども、まあテーブルの上で遊ぶ積み木、特にネフシャの積み木なんかは、まあ一人遊び その代表かもしれませんね。今日紹介する、積み木はスカレッタというね、こういう積み木です。まあ今もう廃盤で手に入りにくくなってるかもしれませんけれども、ちょっと珍しいスカレッタもご覧いただきます。はい、スカレッタです。これはこんな感じのものですね。デザインしたのは私が、まあね、一番世話になった恩人中の恩人、クルト・ネフさん、ね、スイスネフ社の創設者でもあります。パーツは、階段状のパーツが4つ、それから、直方体というかね、角棒、これがこう並べると分かるんですけれども、こんな風に並べていくと、はい、これまた階段状になると、ね、こういう角棒と、4つの階段と、もうあと3つのキューブ、これ入れて4つのキューブですね、はい、こんな構成になっております。で、まあ積み木ですからね、こう、どのように遊んでもいいんですけれども、まあそうだな、これつなげて上に乗っかるのかな、乗っかったらまた上乗せていくとかね、あるいはこうなりますよね、当然ね。まあこんな風にしたらこうして、まあね、とか、あと もちろんこの長いパーツはこういうふうに端になってきますよね。ですから、まあごっこ的というかね、なんかあのファンタジーの世界で子どもたちがトン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 みたいなね、とてもこうネフさんらしい、あのクラーセンの積み木っていうのはさ、大人でももうシャープに「おおおお、こうなるのか」みたいな、でそういうこう切れ味みたいのはないんですよ。だけどとてもシンプルなんですね。でクラーセンはやっぱり天才だったと思いますけれども、で、彼が作った積み木っていうのは割合と大人もこう、引きつけられるというか、まあ全ての大人まで、もう子供も大人も関係なく全ての年齢に、向けてこれだっていうものを彼デザインをしてて、でネフさんの作品群を見るとね、これ 100% 子供なんですよ。つまり子供向きのおもちゃを絶えず彼は作っていたっていうね、それを、私は、まあ、思い出しますね。ネフさんのことを思うといろんな思い出があるんですけれどもね、なんかこんな風にして、こんな風にしてこうしてみましょうか。これうるさいかな、この方が綺麗だよね。そしたらこっからこうやってつなげようかね。そしたらこれここで、まあこうかな、まあこういうスカレッタというね、とてもこう基本的だと思う、積み木があるんですけれども、当然これ25ミリの角棒ですから、他のネフシャの積み木にも、基本のサイズが合うね。アングラなんかともすごく仲良しで、アングラのステンダーなんかもね、あればまたこういう組み方ができてきますからね、いいんですけれども、はい、ここであえて紹介をしたいのは、これは相沢の自慢だというふうに、
まあ、ご覧いただいた方がね思われたら、まあしょうがないんですけれども、実はこの色をつけたのは私なんですね。これ晩年のネフさんの作品で、ネフさんがこれをスカレッタを作った時に最初につけた色、試作品がここにあるんです。実はスカレッタってね書いてあります。でこれを私のところへ送ってくださったんですね、ネフさんがね。ね、ニキティキ、アトリエニキティキという、まあ、ネフ社の、輸入代理店経由だったかと思いますけれども、実はスカレット最初こういう色だったんです。でネフさんこの色を見て、まあ、彼自身がつけた色というよりはこれ多分ネフ社がつけた色だと思います。実際にこの色の積み木もあります。これはね、ネフジュニアって言って、まあこれもまたちょっと廃盤になっちゃってね、今手に入りにくい積み木ですけれども、ネフジュニアはこの色でした。だから同じ色をつけてるんですね。で私はスカレッタのこのネフさんの、試作風を、見た瞬間に思ったのは、くどいなっていう色はね、ちょっとくどいなって思ったんね。でまあ4色、赤、薄い緑、そして濃い青、オレンジと4色なんですけれども、これもよいしょ、ピタッと入ってますね。よいしょ、これもまあこういうね階段状の積み木、これは変わらないですね。で、角棒の部材にも色がついている。でまあ同じように遊べるんですけれども、まあ、ネフさんはね、どうして私のところへ送ってよこしたかは、まあ、私の意見を聞きたかったんだろうとは思うんですけれども、で私はまあその時にネフさんとても世話になってるからね、なかなかいい色じゃないみたいな、まあね、おべっかを言うのはこれは筋ではなかろうと、いうことで率直に申し上げました。で色がくどいし、何かっていうとね、こういうシンプルな積み木っていうのは2歳児とか保育園のね、あと3歳児クラスとかでもよく遊ぶし、で年齢が低ければ低いほど色はシンプルな方がいいっていうふうに思いまして、私なら相沢が色をつけるとしたらネフスピールと同じ色をつけると、そしてかつこの角棒のパーツにはもう色なしでいいんじゃないか、このように提案をしました。そして出来上がった製品がこちらですから、まあこの私のアドバイスというか私の意見を、まあネフさん、ネフ社が尊重してくださった結果がこれだったわけですね。ということで、まあこれも本当に自慢をするわけじゃないんです、そういうことはよく、まあよくはないかもしれないけども、あることでね、まあ色をこう変えたい、こう変えたいけどどう思うかみたいなね、相談みたいのは、まあ今一緒にね、試作品と製品と一緒に組んじゃって、遊び始めてしまいましたが、ね、こうかな。これで、こうしましょうか。こうしましょうか。ね。まだこっちにもある。よし。これはこうでしょうかね。こうかな。とってもシンプルですね。これはこう来たらこうだろうね。まあ、こんなもんできましたけれども、今日は、スカレッタ。この字は、もう一個あった。じゃあ上は見えにくいか。はいね。スカレッタ、この字はね多分ネフさんの字じゃないかな。まあそれでね、アドバイスをしたんですよ。そうそう。アドバイスしてこれが出ました。出て、私は意見を求められただけですので、これをじゃあネフさんに送り返しますよって言ったら、
あ、いいよ、取っといてくれ。お前が持ってろ。みたいな感じで、私の手元にあるというね。多分、だから、ネフシャに1個、私の元に1個みたいな感じの、試作品だと思います。これはね、この色の、くどい色の方の、はい、はい、スカレットはね。で、実際にネフスピールと同じ色、赤を黄色、緑と白木で製品はできました。まあこれもね、残念ながら廃盤で手に入りにくくなってしまった積み木ですけれどもね。まあ今日はそんな感じで、スカレッタの色のお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。